今回はノーハードワークという本を読みましたので紹介させていただきます。はじめに、仕事でテンパる。僕らのことを少し。会社は製品。大使は抑えて。頑張りすぎるな。ハッピーな不戦主義者。僕らの目標イコール、目的は、目標は作らない。世界を変えるな。進みながら決める。気楽に行こう。 自分の時間を大切に。8時間で十分。40時間あれば言うことなし。保護主義。1時間の質。生産性より効率。勤勉神話。職場では仕事が片付かない。オフィスアワーカレンダーテトリス。在籍中のドットにとらわれる。返事はゆっくり待て。FOMO。JOMO。 組織文化を育てる。僕らは家族じゃない。部下は上司の真似をする。信頼の電池。知らぬは上司ばかりなり。オーナーの言葉は一トンぐらい重い。売れた果実は高い枝に。ぐっすり眠ろう。ワークライフバランスオフ。履歴書ではなく仕事を見よう。即戦力なんていない。人材争奪戦は無視しよう。給料の交渉はもういらない。 誰のための福利構成図書館ルール。疑似休暇なんていらない。穏やかに別れること。プロセスを解体する。リアルタイムはバッドタイム。恐怖の締め切り。条件反射はやめよう。週12労働にご用心。新たな常識。 悪い癖は善良な心がけを打ちまかす。依存を断ち切れ。同意ではなく協力を求めよう。質は歩み寄ろう。すべきことを絞り込め。何もしないは最強の選択肢。樽を知る。ベストプラクティスは幻。何が何でもやり抜く。トゥードゥーリストは捨てよう。三人のチーム。一つの仕事にこだわろう。脳を知ろう。 ビジネスに力を入れる。リスクにさらされるにリスクを冒そう。季節の挨拶。穏やかさは利益を生む。失う勇気。市場で真実を知ろう。約束はしないという約束。模倣者。変化をコントロールする。始めるのは簡単。維持するのは困難。大したことじゃない v s 世界の終わり。古き良き日。終わりに。 穏やかさを選ぼう。はい、以上になりますので、よかったらチャンネル登録をお願いします。ありがとうございました。